はいはい。やろう。一日空いたけど、やろう。もうラスト来たね、ついに。俺もういつか絶対投げると思ってたよ、ここまで。今日はエンサの鬼とやらを倒しに行こう。めっちゃ強いらしいけど、なんか、裏技的なのがあるらしいね、エンサの鬼も。落とせるっていうか、穴に。それを見つけながらやろうよ。創一のとこまでどうやって行くかなんだよな。わかんないよ。とりあえず城下へ行こう。城下、城下町へ向かおう。どこだ？巫女の間。巫女の間を出て左に進む。進んだ先、巫女の間を出て左に進む。違うな、こっちか。巫女の間を出て左に進む。やっぱり一日やらんかったら操作忘れてる。どうすんだっけ。うわー、あいつらやり合ってんのか。あれか、あれか、見つけた見つけた、あのタコだ。遠くないか、あのタコ。違うでしょ、こっちでしょ。どこだ？あれ見えてるの。相変わらず説明が下手くそだな、これ。所定位置へ戻ろう。所定の一定位置に、初期位置に。説明の下手くそな攻略サイト初めて見た俺。こっから来たのか。ど、あ、ここか。こっから来て、こう行くでしょ。左へ行って、もうタコってあれしかないもんな。ここ降りろってことか。じゃあその先の屋根を降りてタコを確認する。屋根多すぎだよダメだろうこの説明本当に。こういうことか。あれしかないよな。あれに鍵縄を引っ掛けろってこと？でもかけれそうにないよ。
こっちじゃねえってこと？これ全然書いてあることが分かんない。黒の巻物。黒の節切りについて記された古い巻物。節切りには赤の他にもう一振りがある。すなわち黒の節切り。その名は開門。黄泉への道を開く刀なり。黒は転じて聖をなす。流飲を供物に乞いたまえ。あれだよな、でもあれしかないもんな、タコって。やっぱこっちか、あれか。あそこの屋根か。でもあれしかないもんな、タコ。こうか、こういけと。どこだこれ。名残バカ。違う、名残バカじゃない。どっかに橋があるってか、あれか、あれが城下か。まあ、あれしかないよな。ほう、槍をちょるのあいつら。こいつらは減るのを待った方がいいか、ここで。おお、こいつらやりよるな、狙ってきよるの。もうあいつ強行突破が一番か。
したことはないかこいつら。わあ、なんかいるな、あそこにごついのが。赤ソナへの刺激値。回生もう一日やらなかったの忘れてるな。操作待てよ、これ下に何かあったろ。そういえばほらあった、ここだ。あー完全に忘れてるわ。やばいなこれ、忘れてる操作を。一人ずつおびき寄せるのもありか。あいつら勝手にやり合ってる。ダメだ、本当に操作忘れてる。どうすんだっけ、全然分かってないわ。これ弾きがもったいなさすぎる。弾くのもったいないわ、すっごい。でどこ行った、あいつ。赤ゾナへの刺激値。いたいた、あいつか。こいつをどうやって倒すかだよな。仕込み槍で鎧を剥がす。うん、仕込み槍ね。
いつ茂蔵さんパターンか。うおーい、こいつ隙を見つけてからの方がいいな。仕込むねー。でこれ聞いてんの、仕込みやり全然聞いてないんだけど。こういうこと。おお、仕込みやり全然効いてないよこれ。やりダメだ。あーこいつ、いやこれ多分情報間違ってはないと思うけど、全然剥がせないんだけど。早いわ。これだ、これが一番早いわ。これが一番早いわ。チャンスは2発後だな。張り手が1発で2発分回した後がチャンスだわ。知れてるわ。一旦ダウェイで何とでもなるわ。場所が悪い、木が邪魔だあれ。こいつは知れてる。大したことない。数珠玉。やばいやばい、これやばい。どっかいるな、銃が。
上か。結局ここのドアの開け方ってどうやって開けるんだか分かんないや。だってあの向こうにいるんだろ。どうすんのあれ。どっから敵か。こうやろ。どこだ敵。どこで狙ってんのこれ敵。あー下か。あれか。一匹じゃねえな。二匹二匹。あいつか。あのドアの前にいるやつか。門の前にいる。まだいるか狙撃犯。どこだ。うわーいたいた。見えた。矢倉の上だ。ここまで行けば俺の勝ち。よしよし。ここまで来れば俺の勝ち。もういないよな敵。誰だ。どこだ。こいつか。違う。こっからどこ行きゃいいのこれ。まだいるだろうか。完全に次どこ行けばいいか見失ってるなこれ。大手門ってどう行くんだこれ。誰これ。ちっちゃ。
強あー、どこだこれ。小口か、ここでしょ、小口階段。あれ寺方面へ向かう途中にある器物、まだ向こうか。あいつ何者だマジで。もはや迷子。やーべ、こいつら強えぞ。どこだこれ。なんか分かってきた気もするな、場所。わあ、閉まってるなここも。ああどうするかな。こうかで、ここか、この向こうか。ここか。おるな、おるな。暴れおるな、あいつか。よっしゃ、モンハンじゃ。いやー、でかいぞこいつ。どうすんだこれ。ダメだ、浮き船渡しじゃちょっときついなこれ。うわ、しかもうわ、リーチがすごいぞこいつ。Thank you.
これいつがチャンスだ。これうわずつか、プチプチいくか。わあ。ゲームに巨大、なんか巨大な敵と戦闘するの向いてないな。ダメだわこれ。ふわうわー、これどうするかな。連鎖の鬼攻略を見よう。うん、ちょっと待てよ。やっぱあるな、落下方法がある。やっぱその落下方法か。やり方は鬼行具と一緒。俺鬼行具戦落下方法失敗してるからな、自力で倒したからな。ちょっとエンサの鬼では試してみよう。うわ無理よこれ。多分こいつだけで何日かかるか分かんなくなるから、こいつは落下で倒す。絶対落下させる。見つからなかったらいいわけよ。見つからなかったらってことは、ぬん捨てるっすよ。うわあ嘘じゃろ。これ見えとんか、向こうには。はあ、どうするかな。ギリギリのギリギリまで引きつけるか。歩くか。思いっきり角を歩いていくか。
ちょ、バレとるが、バレとるが。あ、わかった。ここに落とすんだ。わかった。今いいヒントくれたぞ、あいつ。あいつがヒントくれた。まさか。で、これだ。鬼行具と一緒だ。うわあ、走るか、やっぱり。気づかない程度まで走って。こう走って、歩くか、歩くか。バレちょるな。いや、そもそもこれをどうやって倒せっつうのっていう話になるよ、ほんとに。完全に今ヒントくれたからな、でも落下の方法。視界に入れてやるか、行くか。ダメだ、敵が気づく。あ、止まった、敵が止まっとる。あ、待ってる待ってる、あそこで。来るなよ、こっちに。これ苦手だ。来るなよ来るなよ。わあ。よし、いった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 。で、あと落ちないように。来るなよ来るなよ。誘導して誘導して、よし、来た来た。ここへ落とせってか。さっき落とされたので分かった俺は。せっこ来たな。うわー、誰これ。汚な。そりゃ、これ、せっこ。戦いの記憶、エンサの鬼。戦場にいたのはエンサの炎に包まれた石腕の鬼であった。誰これ、正体。ここでこいつに落とされなかったら、もうちょっと探してたわ。
やいや、そもそも、これ、ダメでしょう、これ。これが何？フロムの優しさ？とりあえず攻め力強化。ある男が修羅になり損ない、怨嗟の鬼の積もり先となった。因果ゆえなかなかに死にきれぬ。だが鬼となりようやく行けた。ファー。あとは数珠玉だ。まだ倒してない敵もいるよな、これ。あと2つあるんか、これ、数珠玉。これ、まだまだ取ってないところ、何箇所かあるわ。取りに行こう。それを取りに行くのが大事。多分数珠玉が全然足りない。多分あと7個あるはず。ここだよな、天守上界。なんて読むんだろう。武者尻。もう行けないってこと、これ。いや、もういけないな、多分これ、閉まってるわ。もう逃したってこと、もう無理だわ。わあ、積んだな。ここまでか。もうこれラスト行くしかないんだ。行こう。行くしかないなら行こう。もう一個は取りたいよな。
実際どこどこ通ったか分かんないからな、これ。いや、いるな、いるな。一心の下の部屋の道場にいる。いけるか。やっぱりこっからか。はあ。これ結構何？取り逃したら。もう。無理なところが多いな。無理なところっていうか、なんだろうな。取り返しがつかない要素が多すぎ。多いんかな？多くはないか。これか。いや、待てよ。これ行ったらあれ寺へワープするんか。こうでしょ？こう来て、下の階に行きたい、俺は。ここだ、ここだ。こうでしょ？ここが開いてないからダメなんだわ。どうやって侵入するかな？いや、待てよ。こっから入ってきたよな、最初というか、初めて芦名一心と、芦名一心じゃないわ、源一郎と戦った時。こう入ってきて、こっちか、こっちか、ここか、ここだ。こう来て。ああ。わあ、あいつ。よしよしよし、いいよいいよいいよ。ここで、あ、今のちょっとうまかったな。そうか、こいつ。今のはちょっと自分でもうまいって思ったよ。見切り。おるな、おるな。
おるな、結構。何人おるんぞこれ。やり合い始めたしな、どうなってんだこれ。もう一匹来た。どっから来たこいつ。ほわわあ、あいつやられてるし。どこだこれ、どこ行きゃいいのこれ。わあ、ここじゃねえんか。一心の部屋の下って書いてある。とりあえずここにもなんかあるみたいや。ん、俺が間違えてんのか？こっちか。隠し部屋がある。ここだ、ここだ。すちゃ、おお、ドゥーン。これか。ぬーん、でも踊ろう。で、スキル。すぐに溜まるからな、なんか一個覚えときたいよな、これ。に必要なやつが欲しい。
これか、音殺ししかないな、もう。良さそうなのは。これで。よし、これで2になったから。これ経験値高いぞ、今1000もらえたぞ、これ。あ、音殺しは3か。もうこれでいいや。じゃあ物資の技、チサビ。よし、あとこっから、一心の部屋の下にいる中ボスを倒そう。いや、多分、誰？エンサの鬼を落下させてなかったら、多分あそこだけで3日ぐらいかかってたんじゃない？あれがなければ。むしろ倒してなかったかの、どっちか。せこいけど勝ちは勝ちだもんな、あれ。チワは上等だよ。こいつか。一心様、お借りいたします。見ていてくだされ。この戦、我らアシナ衆が必ずや。仕込み傘が有効。うん、これいらない、いらない。あいつ火が効くんじゃない？目が赤い鬼になってるから。確か鬼には火が効くとかそういうこと言ってたよ。おお。ここへ繋がってるんだ。これは知らんかったわ。よーし、まず1本で、うい、うい。どんどんおびき寄せて戦わせるか。確かここにいたはずだよ。うい。わあ、こいつ。よしよし、いけ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 。
こはまた今回も。うわあ。いや、シノ、やり方分かればこっちのもんだ。回生1回分もったいない、これは。それでも自力で行くか、ちょっと自力で行ってみるか、たまには。せっこいことせずに。ここだったかな、ここか。最近せこい勝ち方がちょっと目立ってるからな。なんつう攻撃力こいつ。あいつはせこい、フクロウは効かない、そういうせこいのが。あいつはそんなのが効かなかった。エンサの鬼はフクロウより強いらしいからさ。でもあれ俺悪くないよ、エンサの鬼。ああいう穴を残した方が悪いよ。抜け穴を残した方が。階段下からも来るんだこれ。やりやれやりやれあいつら。こいつガードの上からもダメージ来るな。ダメだ、これはせこい勝ち方しなきゃダメだ。戦わせよ、あいつら。ガードの上から来るのは聞いてないよ。無理なんだこれ。気づくんだ。爪が甘いな、こいつも。
怖え、うわー怖え。うわー怖っ、こっちこっちこっち、うわー怖え、うわー、よしやりやいやりやい、よしいいよいいよいいよ、こいつ大したことないな、いらん技出すな、一発じゃんこれ、はあ、もっと引き寄せるか、 2,3 人呼ぶか、2,3 人呼べばこっちのもんだろう、さすがに。指笛行くか、指笛で一気に呼ぶか、それがいい気もするな。俺じゃねえ、俺じゃねえ、ちょっとやり合っとけよ、こっちから呼んでくるから、おい、おい、来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 い、怖え、階段、階段から、うわあ、マジ怖え、うわあ、よし来た来た来た、よし、いけいけ、やりやれ、よーし、ふわー
こいつも。うわ、死におった。役立つことなく死におった。そう、一人こっち来い、こっち来い。仲間にするのもありか。よし、いけ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 。よし、いけ。きたなこれ。待てんだよ。待て待て待て。うぃー、あいつ死んだな。ちょっと待て、ちょっと待て。よーし、あーこいつ強え。石膏よーし、勝ちは勝ちよ。はあ、強かった、本当に強かった。もう一人いるんか。鬼は、鬼は柴正嗣。あー、まだいるんか、中ボス。ここに行きたいんだけどな。どっから行くんだろう。とりあえず1から行くか。巫女の間から。ああ、はあはあはあ、わかった、ここじゃねえ。ここだ、芦名城本城だ。ここまで、ここまで来なきゃダメだ。ここから左に行く。おお、やりおるのあそこ。こっちだ。
ゃねえんか、どっちだ。こっちか、ここか。ああ、どう行くんぞこれ。ちょっとリセットしよう、リセットしよう。そうやで。こいつか。もう終わったでしょ今。もう浄化イベント終わりましたよ、残念ながら。ここか、ここか、これか。違う、こっちじゃないんか。ここか、ここだ。よーし、来た。うん、侍大将味方にしろって。2対1になるからまずこっちへ逃げろと。どこ行った？うわー、うわー、2対1。木がなくなってる、あそこへ飛び乗れたはずだけどな、普通は。
わあ、全然解除されない。待ってるのに。どうするかな。あ、わあ、ここにもいるってことはもう一人いるな。どっかまだいるな、兵士何人かいるぞこれ。これは死のう。ステルスするか。ステルスアーメンを舐めて、あー、ステルスアーメンを舐めて仲間にしようか。ちょっと一人見えてるじゃん。同生徒寝る前通ったらダメってことか。あー、もうダメだこれ。え、ダメか。あうん。どうしようかな。もう一回やってみるか。これやって逆から攻めるか。見つかるじゃん。どうせえとこれ。もうこうなったら落とすか、落下狙いでいくか。おびき寄せるか。ここで落下させるか。あ、俺が落ちる。うわあ、もうどうせえとこれ。落下狙い、もう落下狙いでいこう。あ、わかった。
槍で敵を引き寄せる。これだ。ちょっと何回か試そう。入れ入れ、ここまで入れば、入ってこい。引き寄せられねえこいつら。やり方多分どうするかな、ちょっと考えよう。まずあいつだよ、二人いるわけよ。敵が二人いるわけよ。ちょっともう一回見るか、その作戦で。後ろから回り込めねえかな。何にもしてこないもんな、ここで立ってるだけだと。ちょっと考えろ考えろ。でもいけそうな気がする。分かった、分かってきたよ。どっちがボスだ。仕込み槍じゃなくてやっぱりステルスするか。これだ。一回こいつにステルスを決めるわけよ。なんとかしてステルス決めたら、そこにもう一個寝ているこいつのところまで引き寄せて、この、じゃあここにいる、この真正面にいる寝ているやつのところに引き寄せて、こいつを血煙の術でバーッと煙幕出すんだよ。その後に、空物に変えて こいつこの奥のやつを忍殺して、味方にする。とりあえずこいつに1ゲージ食らわすことが必要だわ、忍殺。来た、一人来た、一人来た。一人来たな。ちょっとやってみるか、ここで。よし、一人落ちた、落ちたな、落ちたよな。お、落ちたぞ。わあ、こっちの方がうまくいくかもしれん。これいいかもしれん。入ればこっちのもんだわ、こいつが。
おー、怖かろう。落ちるの怖かろう。今のはついてる。入れ入れ入れ。入ってこい入ってこい。来い。うわ、危ない危ない。来い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 。入ってこい。お前こいつビビっとんか。お、ビビっとるなこいつ。引き寄せれんなこいつ。でも終わった。お、入った入った入った。あー、クソ、こいつ出るんか。危ないよ、全部見切りでこっちへ引っ張ってくるか。油絵が全部月っぽいから、その月を全部見切りで。ふわーん。じゃあもう一個考えてる作戦やってみよう俺。ええー、感じなのんな今。うわー、これこっちから行けれねえか。なんとか行けれんかな、こっちから。考えはあるんだけどな。え、わあ、落ちた。ちょっとやってみようか、じゃあその考えを。この2つどっちかでいけるはず。こっちこっちこっち。ああ、失敗した。もう一人いるはず、もう一人いるはず。いや、いない。
まあいい、とりあえず1本減らした、こっちのもんだわ。で、またここでうい、怖かろう、落ちるの怖かろう、さっき落ちたもんな。行くか、仲間にするか、やっぱり。ってことは、これを空物に変えて、こいつを仲間にする。これしか方法がねえ。よし、こいつは、こいつの突きは見切ってるぞ。こっちは2連突きはちょっと見切ってねえけど、1連ならもう見切った。よし、まず1本、よし、まず1本でしょ、これもう。こうなったら自力しかないもんな。おい、最初からこうしたらよかったわ。普通に倒したわ。普通に終わったわ。なんだ。9の連珠。ロバートの父は遥か南蛮より日の元に来た。息子の病を癒すため死なずを求めた。千本刀にて、落ちの恵みを携わる約束だ。策使うぐらいならこうした方が早かったってことか。ってことはついにラスボスか。来た、ついにラスボス。どういくんだこれ。あいつ生き返ってる。いいか、でもあいつはいいかも。用はない。あの向こうにラスボスがいるってか。
あそこか、あの向こうがラスボスか。最高。すべて道具をちょっと整えて、これいらない。よし、行こう。いや、まさかこんなに早く来るとはね、ここに。クロ様、久しいな、巫女の忍び。見よ、不思議のもう一振りよ。健一郎殿、そのようなものでは決してアシナの命運は変わりませぬ。狼よ、竜印など誰の手にもあるべきではないのだ。苦労をかけるな。御意。参る。ああ、しまいとしよう。まさかのいきなりか。ちょっと、ほわーほわー、リーチが。一番怖い。体幹が緩いぞ。お、あー、回復させよ。海に散らせはせぬぞ。これ周りが見にくい、すげえ見にくい。そうだ、その力だ。フォア。
何もできなかった。だがユーインが、まあ第二形態があるというのは読んでるからね、全然喜びはないよ。これでアシナの世は開ける。やべえやつじゃないのこれ。わしはこのアシナをよみがえらせねばならぬ。ゆえにセキロ。誰？お主を切るぞ。これ鱗滝さんか、死んだんじゃなかった？待って、3本もゲージがあるな、これ。わあ、ちょっと待って、ここ見にくいよ、すげえ見にくい。こっちも攻めんとダメか。あー、これまたあれでしょ、一からでしょ。あー、これ時間かかるぞ。またフクロウの時並みに。うん、アシナ源一郎、まずノーダメで倒せるようになろうって。無理じゃろ。これが効くらしい、一文字二連。これが効くらしいよ。もういいな、動画は。俺がアシナを生かす。隙がでかい。聞くどころかこっちがやられるわ、言ってる間に。ダメだ、一文字二連なんて使えるわけがねえ、これ。隙がでかすぎるわ、こいつには。あ、でも入るな、入るときは入るな。おお、いけるいける。海に散らせはせぬぞ。D
ギーチだな問題は。うわあ、プローのリーチがすげえ。うわあ。弾き狙いね。アシナを生かす。ふわあ、いきなりか。もうやめろよそれ。わあ、もう。これ弾いてんの？ど弾きはどこ見たらいいのこれ？弾けてるのこれ？弾けてないでしょこれ。どこを見たらこれ弾いてるの。周りが白すぎて何にも見えないんだけど。あー、色の問題が来たな。またここに来てる最後の最後に。あー、もうこれ以上攻め力も上げれないでしょ。全部倒したはずだからなボス。アシナを生かす。うわ、もうそれ。初めにアシナ原子炉と戦っておけばよかった。これならこんなことならハメなんかせず。浮き船渡るかこいつも。こいつは体幹削りだな。参れ、セキロ。わあ。やばいな、ほぼ弾きらしいわ。あー、俺弾きできねえからな。ヒット&ウェイで行くか、こうなったら時間かけて。1本目。違う、1本目っていうか、
源一郎は体幹削る、ゴリ押しで体幹削る。俺がアシナを生かす。うわ、こいつ一発目必ずなんかしてくるな。ダメだ、二連ダメだすげえ隙がでかい。あれつけてるとなんか勝手に発動しちゃう。いらないな技なんて。結局技なんていらんかったんや。こんなんいらんかったんや。俺がアシナを生かす。こいつに必ず最初これしてくるな。動きを。とりあえず喋ってる暇はない。それそれ、その力参れ。もうこうなったらチクチクいくよ俺は。うわあダメだこいつ色が同じすぎて。うわあ見えない。これなんかもっと違う色の場所ないんか。このススキじゃなくてこっちこっちこっち。
怖ー、それ怖い、一番怖い、それが今。これで何日かかるかだよな。同じところをずっとやり続けるのも絶対面白くないしな。俺がアシナを生かす。ああもういいよそれ。まずこいつを覚えろってことか。ちょっとこれは俺はもう動画を見る。勝てばよかろうなのだ。勝ちは勝ちだからな。やっぱ一文字二連が効くって。これだ、もうこれでいくしかない。後で外そう。一新戦で外そう。俺がアシナを生かす。全然ダメじゃん。これ全然当たんないじゃん。ダメじゃん。やっぱりダメじゃん。この一文字二連やめよう。この作戦はやめよう。
これはもう喋ったらダメだな。無言だわ、もう。しばらくちょっと無言でやるわ。源一郎戦ぐらいは無言でやるわ、ちょっと。俺がアシナを生かす。攻めるだな、こいつ。攻めだな、完全に。もうゴリ押しだ、こいつは。参れ、関野。このゲーム、回避より防御の方が優れてるわ。これダメだ。月か。硬すぎる。相手も硬すぎるな、これ。月の見切りだな、問題は。いや、待てよ、月の見切りが一番簡単か。全部見切りで行ってみるか、こうなったら。源一郎をとりあえず見切りで全部行こう。俺がアシナを生かす。見切りってどうすんの？どうやるんだっけ？そっからだ。こうか、こういうことか。あー、ダメだ。ボタンがいっぱいありすぎて苦労戦みたいな余裕がない。どうすんだっけ？操作忘れてるんだよ、実は。一日やらなかっただけで。四角
四角が攻撃だよな。 R1 から四角に変えてて、とりあえず忍術道具は使わない。三角はいらない。丸が回避、L1 は変えてないから防御。四角が攻撃に変えた。四角攻撃、バツがジャンプ。そっから、俺がアシナを生かす。もういいよこれ。うわ、回復させえよマジで。その力だ。ああ、何をなすべきことだ。さらば。コントローラーが先に壊れるか。俺が壊れるか相手が壊れるかだな。シナを生かす。あ、嘘じゃろ、もう崖よ。崖よ。嘘じゃ。かあ。同生徒。源一郎はゴリ押しか。それしかないもんな。俺がアシナを生かす。次はいける。
よし、まず1本。よし、よしよしよし。参れ、赤炉。それダメ。それも月か。汚いがやるしかない。これはヒットアンドアウェイをやるしかない。こう回りながら来たらバックか。回って来たらバック。来たらバックだなこいつ。あーダメか。でもリーチにやられるか。じゃないな、なんだろう。ひるみすぎ。まず戦い方が分かんないこいつの。源一郎は、源一郎は、ゴリ押し。俺がアシナを生かす。こんな見にくいところでようやったな。これ
もう一本取るのもありか。数珠玉。俺がアシナを生かす。やばい、もう何やってんのか分かんない。どうするかな。ふわーふわー、まず1回目でこれが来る。とりあえず落ち着け落ち着け。近距離でも突きしてくるか。はあ、なんか練習ないかな。アシナ源一郎、俺は練習をしてないからな、本当に。動きが全く読めないんだけど。俺がアシナを生かす。敵の振りの方が早いな。もうダメだこれ今日。もうダメだ今日これ。
とりあえずあと15分頑張ろう。ちょっと芦名源一郎だけでも安定できるようにしなきゃ。15分も持たないか。シナを生かす。集中。一本、まず一本。参れ、セキロ。よし、集中。ちょっと待って、こいつだ、こいつ。ちょっと待って、こいつも動画を見る。見させてくれ。すまん。よし、月と一文字二連さえ避けれればガードでいける。体幹が緩いらしい。集中。今の後に月が来るんか。ぬいーってやったやつを。おー、それ何。はめたらバックか。早い。回復できん。
な、もう変な方向に入るな。しかも月だけじゃないんか、やってくるの。それ好きじゃないんだ。それダメ、それダメ。わあ、またコントローラーおかしな動きし始めてるな、これ。さらにここで、わあ、落ちないか。うわあ、うわあ、ちょっと待って、もう一回見させてくれ動画を。チクチクがあるぞこれ。チクチクの勝ち方もあるぞこれ。せめてさ、今日は一本取ろうよ、アシナ一心から。俺がアシナを生かす。こいつ
全然休憩させねえな、本当に今回。くそはあ。俺がアシナを生かす。ああ、ついてる、ついてる。だな次は。参れ、関野。なぜか2発出るな、攻撃が1回しか押してないのに。これだな、これがいい、これがいい。それダメ。これがチャンスだ。集中、集中、集中。集中。
火は拾っていくよ、月は。いや、やめとくか。月も拾うのやめよう。フクロウとはまだ違う。いいよ。ダメだ、月が取っちゃダメ。取るなよ。せこいんよ、ほんと。いや、そんなせこい技やってる俺が言うのもあれだけどさ。なんで前にダッシュすんのさ。これはもう一気にバックだな。だいぶ速度に慣れてきたな。あれも拾ってみるか一回、弾きで。無理か、拾えないか。なんかパターンが違うな。集中。
きじゃねえんかそれ。わあ、さっきと動きのパターンが違うぞ。なんかもう城壁が邪魔すぎる。弾くと烈風剣が飛んでくるか。あ、集中集中。集中集中集中。よし、まず一本。血がたぎってきた。うわ、待て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 、なんか取り出したぞあいつ。でっかでっかい槍取り出したぞ。あれ鬼行部のじゃねえかあれ。はあ、ちょっと待って、続き、ちょっと待って、こっから動画を見る。チクチクどうすんのか。石膏第二形態は
第二形態は延々鬼ごっこだって、走れ走れって、右回りで延々と走って、敵がジャンプ攻撃したらジャンプ攻撃してくるまで走れって。これか、おお、あいつ銃まで撃ってくるか、これか、暇ねえこれ。あ、俺がハマってる。うっそじゃあ。はあ、ここまでか今日は。いける。明日にしようこれ。やった。わかったわかった。終わろう今日はここで。うわあ、いいとこまで来たな。はあ、これ強いわ。こいつら強いわ本当に。でも正直やっぱり何？獅子猿やエンサの鬼はもう一瞬でさ、なんかあの何？穴に落とし方が分かったけどさ、あのヒントくれたおかげで。全然楽しい、やっぱ対人は。こう面白いわ。はあ。面白い面白い。いくらチクチクがあるとはいえ。うん。続きは明日にしよう。最終回にしよう、明日を。決戦は日曜日。終わろう。ここまでじゃ、今日は。終わろう終わろう。お疲れ様でした。また明日、明日こそ倒す。終わろう。お疲れ。